平成30年7月豪雨では、西日本を中心とした記録的な大雨により、広い範囲で甚大な被害が発生。大型で非常に強い台風が接近中です。これまでにない大雨になる恐れがあります。台風が来るんだって。かなり大きな台風のようだな。全域に避難勧告が発令されています。避難勧告だって、お父さん、どこに避難するの？ちょっと待って。その前に持っていくものを準備するから。懐中電灯はどこだったかな。堤防が決壊し、濁流が町に押し寄せています。家の中に水が入ってきたわ。外は川みたいだよ。もう逃げられない。2階に上がろう。水位が上がってきたから屋根の上で救助を待とう。怖いよ。早く助けに来てください。こんにちは。熊本市危機管理防災ソースのハビロです。今ご覧になったような状況は誰にでも十分に起こりうることです。こんな時、私たちの命を守ることにつながるのがマイタイムラインです。マイタイムラインの作成は、まず自宅周辺のリスクを把握するということが必要です。自宅周辺のリスクについて知るためのツールとして熊本市統合型ハザードマップがあります。熊本市統合型ハザードマップはスマートフォンでもご覧いただけます。 GPS 機能により現在地の災害リスクは一目で確認できます。では熊本市周辺を例として実際に見ていきましょう。熊本市ハザードマップというキーワードで検索するとこの画面が表示されると思います。統合型ハザードマップをタップしてください。利用条件をご確認の上同意するボタンを押してください。そうすると操作マニュアルが出てきますので必要に応じてご覧ください。閲覧の必要がない方はスキップボタンを押してください。あなたの現在地が青い点で表示されます。ピンクのエリアは洪水が発生した際に浸水が想定されるエリアです。拡大すると市役所周辺の状況が見られます。任意の場所をタップすると浸水する深さが表示されます。次に浸水してから水が引くまでの時間を見てみましょう。メニューボタンをタップしてください。表示選択ボタンをタップし浸水が続く時間にチェックを入れます。表示するボタンを押してください。メニューボタンを再度タップすると地図上に青や黄色の色で区分されているのが見えます。この色の意味はメニューボタンを押すことで確認できます。判例ボタンをタップすると黄色は3日間浸水が続くということがわかります。つまりお住まいの方は少なくとも3日分の備蓄品を考える必要があります。以上、ハザードマップの重要な機能の2つをご紹介しました。この災害リスクを示すデータをもとに避難するかしないか、また避難する場合の避難方法について検討していきます。検討するときに役に立つのがこのようなツールです。これは一般社団法人河川情報センターが作成している逃げキットと呼ばれるマイタイムライン検討ツールです。この逃げキット以外にも多くのマイタイムライン作成ツールやフォーマットがインターネット上からダウンロードできます。また台風や地震といった災害別によっても異なるマイタイムラインが必要です。ぜひ検討してみてご自分に合ったものを探してみてください。今回はこの逃げキットを使って検討してみたいと思います。先ほどハザードマップで確認した市役所周辺の場合を例として具体的に見ていきましょう。2階建て一般住宅だと浸水5メートルということは2階まで浸水するということです。ですので前もって避難先を考えておく必要があります。逃げキットの中にこのようなチェックシートがあります。このシートを活用してこのように記入していきましょう。さらに発災後、持ち出す非常持ち出し品と備蓄品の準備をしておきましょう。ハザードマップで確認すると、浸水してから水が引くまでに3日間の時間を要することがわかります。この情報も考慮して持ち出し品や備蓄品の準備が必要です。避難先や避難手順について考えたところで、続いて避難のタイミングについて見てみましょう。
避難に時間を要する方は遅くとも警戒レベル3で避難を始めてください。それ以外の方は遅くとも警戒レベル4で避難を始めます。これまでの情報をもとに最終的にこのようなフォーマットにマイタイムラインを落とし込みます。気象災害から自分自身や家族の命を守るため、ハザードマップの情報を活用し、マイタイムライン作りにトライしてみましょう。